当時の周辺図国道客運台北総端は台湾台北市中西区にあった長距離高速バスのバスターミナルである。日本語の意味合いなら台北高速バスターミナルとなる。1990年代台湾における長距離バスによる旅客運事業が民間企業に開放されると台北駅周辺には各長距離バス事業者がショートクロ等の周辺道路に バス発着所を密集させたため、交通の混乱が生じていた。台北市政府は、台北駅に特選専用エリアの高級用地に、長距離バス運行施設を計画、略称を高級店運搬とした。台北駅周辺の長距離、バスターミナル問題改善の第一歩として、台北市は、台北駅特定専用エリア D1 地区に、臨時高速バスターミナルを設置。 2005年8月16日11時に当時の大ペン市長であったバエ Q によるテープカットを経て共用を開始した。これが現在の当益である。2004年末日照生活鍵はボット方式による高級天運担に対する50年の開発権を獲得高級天運担を台北天運担と解消した2005年6月1日に着工した 2009年3月15日に完成、同年6月に共用開始となった。完成に伴い国道客運台北端も移転、D1 エリアは台北双子母子の建築予定地として転用されることとなった。地下部分には桃園都市運気上線の台北車端が設置されている。2009年8月19日、台北天運搬の営業開始に伴い、 当駅の路線は10本のみとなった。2009年9月以降、一部の建物解体のため、プラットフォームは7本のみとなっている。2010年1月20日、大北西端 A 棟の営業開始に伴い、最後まで残っていた路線が移転。当ターミナルの営業が終了した。プラットフォームは28から34番乗り場のみ。34番乗り場は、 天運搬連絡バスの予備各路線の乗り場番号順に掲載する UU カードを使用して乗車券が購入あるいは直接乗車可能な路線2009年6月末に営業開始1階はチケット売り場として30カ所の窓口及び各種サービス施設が設置されている2階から4階はバス乗り場であり50カ所の乗り場が設置されている 一時間あたりの輸送量は車両466台、旅客数は1万人を超えている。台北駅からの長距離バスはすべて当たりターミナルより出発していたが乗車のみとなっており、降車は旧来通り小徳路、北平西寺などの台北駅周辺の幹線道路で行われていた。この他人を客運は未だに本ターミナルを利用しておらず、また、 国光客運も営業する長距離路線が多いため旧台北駅発着路線のみが利用し、その他の路線は自社の大北東端及び大北西端を利用していた。ありがとうございます。